안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미오아까라이피오머리인다前回ね、何食べるかっていうのでね、話し合ったんか。今回は、韓国の夕飯を食べてみたいと思います。はい、はい、で、何食うの？それは、出てからの楽しみで。おぉまあ正直ね、いっぱいある。今日ね、10品ぐらい出ると思う。えぇ、ー、すごいやん。お腹空いてる、空いてる。キムチとかも入れてる。あー、そうそうそう。米ある？ちゃんとえ、それほんまに韓国の夕食で10品ぐらい出てくるんですか？いや、もちろん10個までいかなくても、まあ大体5、6以上はあるな。多い。で、その中で今日あの、モーリー前ジャプチェも食べたいんじゃないか。そう、なんかイメージがあったから、ジャプチェ。うん、そのジャプチェは、ミオがはい作ります。お願いします。じゃあ今から作っていきます。お願いします。お願いします。ジャンチよ、ジャンチ。ジャンチ？ジャンチ。ジャンチってなんなん、マジで。ジャンチですよ、だから。いや、分かってええやん。まあ、軽くみたいな。絶対ちゃうやん。すごい、なんかニンニクの匂いするな。まあ、ニンニクはもうほぼほぼ入ってる。なんかの匂いする。なんでしょう。なんか、美味しい匂いする。これでちょうど。なに？10品です。すげえ。はい。はい。え？いやー、もう正直一番しんどかった。今までの中で。ミオがめちゃめちゃ手伝ってくれた。じゃあ、目を開けてください。はい。せーの。うわー、やっば。びっくり。すげえ。むちゃくちゃあるやん。チャプチェ、うん、キムチ、卵は分かる。すげえ。キムチっぽいなんか感じ。プルコギ？プルコギや、絶対。ジェユポックンっていう。ジェユポックンね。まあでも豚肉。これ漬物かなんか。そう、漬物。韓国海苔。それね、もやし。もやし？すげえ、もやしこんな色になるんや。で、ナムル。そうそう、ホーリーソンナムルとベッチポックンです。あー、ベッチポックンね。これは俺が作ってない。これは韓国のやつやな。そうそう。で、キムチと、このデンジャンチゲね。デンジャンチゲ。うん。味噌チゲ。そう。絶対美味しい。です。はい。最高、やった。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あの、ご飯まだあるんで。うわ、あるね。おかわり。あと1個だけ触ってしまう。絶対美味しい。いきますね。Thank you。チャグスンダー！チャグスンダー！田中行こう。どうぞ。まずうちスープから行く。うちこっちも。お肉入ってる。うん。うわー。すげーです。なるほど。おいしい。やばー。あ、マジ食えるやん、これ。めっちゃおいしい。おいしいわ。うまー。うまいわ。おいしすぎるんですけど。チャプチェ行っていい？うん。ちょっと炙ってみて。チャプチェって春雨やんな、これ。うん、春雨。ちょっと細いよね、日本の。そうなんよ。うん。チャプチェ大好き。うわぁ、うまっ。めっちゃうまい。マジ？いや、めっちゃうまいわ。マジ？めっちゃうまい。え、その昨日の使ったってどれ？このほうれん草ナムル、コンナムと、これこれを作りました。やばい、おいしい。やばい。チャプチェってこんなご飯に合うんや。あんまりチャプチェ食べたことないけど、こんな感じなんや。たくあんもうまい。うまい。え、たくあんなんや。ナムル。うん。
やばいわ、美味しすぎる。うまっ。ほうれん草めっちゃうまい。俺ちょっともやし食うわ。もやしうまい。気になる。ナムルうまっ。ちょっと甘めになったけど、でも美味しい。うまっ。なんかすき焼きの感じになりますけど。あ、うまいな。おかんが作ってくれるこっち系の中では俺これ好きやね。おかんの方はもっとこれより辛い。行こうも行こう。これは美味しいもんだって。もでもね、うん、もう見てわかる。かる。え、もやしやば。甘いね。思ったより辛くなかった。ネギで食べな、最高や。うん、めっちゃ美味しい。お肉美味しい。これめっちゃ美味しい。作ってる時隣で見ててめっちゃコチュカル入れてたから、めっちゃ辛そうと思ったけど、ピリ辛で美味しい。めっちゃ美味しい。ネギも美味しいし、最高や。で今日唯一失敗なのがこいつです。あのほんまやったらこうね、卵巻きみたいな感じになってるんで、一応形はあれやけど、まあ味はいい感じなんで。えぐいな。こんなん家出てきたら外食いらんやん。うん、毎日家帰る。これはやばいな。俺が見ても今やばい。これ変態並みぐらいあるんじゃない。転職集まったぐらいはあるね。うん、あるある。全部食べた、美味しい。うん、ひととき回した。うん、あような、何に飯食ってるか迷うな。韓国料理屋行った時もそうなんですけど、もうなんか箸、なんかもう逆に進まん。迷いすぎて、どれ行こうかな。確かに。あとどれも飯合うもん。うん、いや間違いない。全然違う、美味しい。やばい。うわ、マジで何で食ってるってんの分からへん、マジで。びっくりしてる、普通に。どれも美味しい。そうやねんな。もうほんまやったら金めちゃめちゃ人気あんねんけど、なんか近いやつに行ってしまう。組み合わせよ。確かに、このもやしと海苔で食べたら絶対美味しい。この海苔も韓国から送ってきて。あー、そうそう。うん、やばい。あかん、美味しすぎる。うん、1週間はこのメニューでいける。いけるな。いけるいける。正直だってこれだけあったらあって足飽きひんもん。うん、いろんな食べ方開発しそうですね。チャプチェにキムチのっけて海苔で巻いてみたり。チャプチェうまいな。よかった、ちょっと薄いかなと思ったけど、めちゃめちゃ美味しい。ご飯に合う。全部なんかご飯に合うちょうどいいぐらいの辛さ。うん、何倍やってんな。これ形はこうやけどマジでうまい。うまいな。うん、うまっ。あ、これでいい。うまい。どれぐらい？さっきと同じぐらいで。韓国料理やな。ザッと感じがする。マジでそんな感じ。またなんかお店で来るのとは違う感じの、うん、いいね。家庭っていう感じがいい。早めにね。うん。はい。リベタ解除したやん。結構食べてます、でも。確かにご飯も回収するやん。ご飯行く？めっちゃ迷ってるんですよ。ちょっとおかずメインで食べようかなと思って。ああ、それもありやな。うまっ。ずっと笑ってるもん。美味しいわ。ずっとさっきから美味しい美味しいって言ってるけど、自分で作っといて美味しいっていうのちょっと恥ずかしいな。え、このもやしも作ったんでしたっけ。昨日作っといて、今日全部やろうと思ったらもうマジで何時間とかなりそうで、こっち系はもう昨日作っといて。うん、自分の家族をここに呼んでみんなで食べたいぐらい美味しい。喜びを分かち合います。正直ね、ご飯なくてもこのザプチェがご飯になるんで、もはや。ザプチェ舐めてましたもん。こんなうまかったっけと思って。俺もここまでしっかり用意したのは初めてなんよ。俺こんな初めて作ったもん。えぇー、確かにね。最高やな、マジで。ねぇ、どうした今日誰かの誕生日。でも、ボタン外したいぐらい。いけいけ。見えへんか。うん、見えへん見えへん。一旦解除。ああ、入るわ。全然違うの、ボタン外したの。よく食ったな。ああ、マシッソマシッソ。めっちゃ美味しいって、なんですか。ちんちゃマシッソの超えてるバージョンあります。イグジーイグジーめっちゃマシッソイグジー最高。あとなんか美味しいの変化系。もう悪口しか出てこねえ。悪口？うん、そう、まいなみたいな。ああ、そういうことか。ゲーマシッソとか、ゲーマシストまでは、まあ、YouTube 出せるよ。それ以上はちょっと出せんかもしれん。こう食べてたから、忘れてて。確かに忘れがち。意外とこれ、ほんまに忘れがちで。めっちゃ美味しいねんけど、メインがこっちに行っちゃうから、ここで計算しちゃったから。クソ具多いから、これ。意外と。これだけでも全然、一個のコンテンツ取れるのも正直。マジで、怒涛やったな。駆け込んだ。満喫した韓国料理って感じ。この3、40分はちょっと韓国にいた気分だったもん。飲むだけパンパンやん。もう米も入ったし、私もご飯余裕で2杯いけると思ってた。確かにいける気がした、うん、最初は。俺もそう思ったけど、こっち系とかこっち系とかがやっぱり終わらすためにね、来るんだよね。しかもこの辺りも豆腐入ってたしな。そうそう、でもめちゃくちゃ満足。いや、マジでうまかった。満足。食べたことないやつばっかりでしたもん。だから嬉しかった、初めて食べたもんって。ぐらい。これは本当に俺は自分で作れたのが嬉しくて今。でも他の味になってないのがちょっと残念。もっと辛くて、もっとご飯に合うようになるんよ。
なんて名前でしたっけ。コンナムジョリム。これ食べようと思ったらお店とかもないから、そうそうそう、ウンさん家来るしかないから。うん、中国人でも、あ、ラインで、あ、そうなんですね。あ、そういうのできるんですね。できるわ。邪魔すんな、邪魔すんな、カブザミダ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 、うんちゃんの家族もカブザミダ、ユッピン。こんな飯毎日ないやろ。まあ、ええじゃないよ。まあ、ある家庭もあるかもしれんけど。あれなんじゃない、このおかずが常に冷蔵庫に入ってて入れ替わっていって、そうそうそう、ナムルとかこの辺付き合うの、この辺とかは常にある感じのやつか。だから毎日5、6品はもう増備されてるんだよ。なるほど、色味がピンクやんな、やっぱ飯が。あ、確かにね、赤にも緑にも鮮やかっていう。あと海苔があって、たくあんの黄色があってって、すっごい韓国っぽいなって思った。おー、俺食べた後の次何食べるっていう感じだな。あ、前あの花が送ってきたカレー、カレー、あ、韓国のカレー、あれがあるから次回はあれしようか。おー、あ、まあどんな感じなのかまた食べてみてほしいっていうのもあるんで、あらかじめ見とくけど、マジで違う、味がもう違う、別物って感じ。色も違う、色も違う、もう真っ黄色。じゃあ次回はカレー食べてみましょうか。はい、はい、また次回楽しみに待ってください。じゃあ囲碁用さんのヨギカチゴヨチョイヌンとタウヨンさんソーベトロがゲストにだハーズーセしてよ。おいちい、あ、おいちい、おいちい、全部使うかな。まちっちゃよって言ってみて。あ、絶対嫌や。手これ、おい、手これ、はいはいはい、みんなでやりましょう。みんなでやりましょう。手はやっとこう。手、手やってください。手やるか、手やるか。せーの、まちっちゃよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ここじゃないですか、ここ。